こんにちは、マジックプリンスの永田薫です。今回のあなたの街から岐阜市は、岐阜市の起業者中小企業支援ということで、久しぶりにネオワーク岐阜を訪れます。2年前に訪ねた時には、水戸の街商店街で抹茶ラテや自家製プリンなどを販売するカフェバーひとやすみと、細畑で美容特化型デイサービスを開業したブーケットを紹介していただきましたが、今回はどんな起業家を紹介してもらえるんでしょうか。それではあなたの街から岐阜市、行ってみよう。岐阜イーストライジング24の2階にネオワーク岐阜はあります。センター長の大原さんにお話を伺います。よろしくお願いします。まずはネオワーク岐阜について知らない方もいらっしゃると思いますので、概要を説明していただいてもよろしいですか。はい、ネオワーク岐阜にはですね、スタートアップ支援相談窓口がありまして、起業を考えている方、それからすでにある企業の新規事業の支援、そして、企業と企業のマッチングなどを行っています。こちらは敷居の低い窓口として私服で対応されてるんですよね。そうなんですね、はい、相変わらずこんな格好でやってますいいですね。あれから新しい相談者いらっしゃいますか。はい、おかげさまで、昨年度はですね、560件の、ご相談をいただきました。あ、結構利用されてますね。その中で実際起業まで行かれた人はいらっしゃるんですか。昨年度になるんですが、27件の、あの起業がありまして、どの方も一生懸命、今取り組まれています。最近起業された中から2つの起業を紹介していただきました。まずは2023年に起業した株式会社ディエンピア。お話を伺うのは代表取締役社長の西垣さんです。会社は今どちらにあるんですか。今岐阜大学のインキュベーション施設に事務所を構えております。どうして岐阜大学に置かれたんですか。実は4月に私岐阜大学の大学院を卒業いたしまして、在学中に起業したんですけど、その時のメンバーが岐阜大学生が多くって、今も岐阜大学生が非常に多いので、そちらの方で活動させていただいております。西垣海進さんは現在26歳。岐阜大学院生の時、リエンピアというチームでアプリを開発。10人ほどの仲間たちと一緒に2023年チームの名前をそのままに株式会社リエンピアを創業しました。このアプリを開発されたということなんですけれども、どんな内容なんですか。このアプリは商業高校生向けの学習アプリになっておりまして、具体的には解いていただける問題は IT パスポートの問題と全省の筆記の問題に取り組んでいただくことが可能です。このアプリ自体はクレミーという名前で、クレバーミーから取って、私を賢くするアプリとして名付けました。クレバーミーでクレミー、はい、なるほど。全商の試験って難しいんじゃないですか。ありがとうございます。実は全商の試験は結構ハードルが高くって、受験者がですね、令和5年度延べ110万人ぐらいいて、で3科目の合格者っていうのが大体5400人ぐらい、で9科目になるともう77人、80人切っちゃうぐらいしかいなくって、非常にハードルの高い資格だなっていうのが私の印象ですね。めちゃくちゃ難しいじゃないですか、はい、どうしてこのアプリを作ろうと思われたんですか。実は私、岐阜県立岐阜商業高等学校出身でして、で在籍時に全省の勉強を少し怠った部分があって、でなかなか取れない資格っていうのがあって、こう自分自身の中で一つやっとけばよかったなって思いがあって、でただなかなかこう難しいので、こうなかなか踏み出せなくって、今の子たちには結構こう勉強する糸口にこのアプリを使っていただけたらなと思っております。なるほど。いや、もう学生にとっては絶対に利用してほしいアプリですね。そうですね、ただこう勉強するだけではなくって、勉強するとポイントがたまるんですね。でこのポイントをですね、実践的な金融教育という観点から学校の先生方にちょっと相談をさせていただいて、模擬的な株の運用体験が実際に取り組んでいただくことが可能です。勉強だけじゃなくてそういうこともできる。なるほど、なるほど。学生生活のこうプラットフォームの一部になるような、例えばこう学生同士が横でつながれるようなニュースという形で、いろんな学校さんの配信をこう見られるようなシステムであったり、企業様に実際に学生の皆さんに工場見学だったりだとか、企業案内っていうのを学生に向けて発信していただいておりまして。なるほど、はい、このアプリはもう利用は始まってるんですか。 ありがとうございます。実は6月の末から私立岐阜商業さんの方で納入がもう進め、開始しておりまして、で学生の皆さんにも直近の土日で大体1人当たり4回ぐらいは
はい、使っていただいております。すごいですね、ちゃんと見てますね、はい、他の高校とかでも。 ありがとうございます。実は岐阜県下のほとんどの商業高校さんで、うん、あの学校の先生方にご相談をさせていただいておりまして、はい、で関商工さんでは8月の末から導入をしていただけるということでお話が運んでおります。すごいですね。どんなアプリかちょっと体験させていただきました。アプリはスマートフォン、タブレット端末、パソコンに対応。企業広告を収入源としているので無料で利用できます。全省の過去問っていう欄があるんで、ね、あ、すごいですね、いろんなカテゴリーがあるというか。はい、ビジネスコミュニケーションなんてあるんですか。はい、ちょっと情報処理検定にしてみます。過去問ってことですか、これは。そうですね。あ、はい、うわすごい難しいですね、全然わかんない。商業高校の学生さんも苦労する資格なんで。あ、だからこういうアプリが有効なんですよね。ネオワーク岐阜はどういった経緯で利用するようになったんですか。 ありがとうございます。実は起業した後に結構こう路頭に迷う期間があって、でそこですごく支援をしてくださる方がいるっていうことで、うん、ここを訪れたところ、小原さんにこう結構こうサポートしていただいて、うん、今の私があるので、うん、はい、かなりお世話になっております。なるほど。やっぱりここネオワーク岐阜は起業する人におすすめですか。そうですね、大原さんがいろんなアドバイスをくださるので、うん、ビジネスマンとしての基礎をはじめとする挨拶であったりだとか、あるいはこう企業の方との喋り方っていうのも教えていただけるので、私はおすすめしたいと思っております。最後なんですけれども、これからの目標とかあれば教えていただけると。そうですね、まあ、ここ直近3年以内に全国の商業高校にこのクルミを広めて、つながりを、はい、価値として提供できるような会社になればなと思っております。すごいですね、頑張ってください。ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。続いてお邪魔したのはグランドホテルの向かいにあるマンション、シャンボールながら。こちらにショールームを2月に開設した株式会社スペースワスプです。お話を伺うのは社長の伊勢崎さんです。わ、すごいですね、おしゃれな空間で。これキッチンですよね。はい、タイルみたいなものですか。特徴あるんですか、これは。これ実は、はい、全部植物から作られております。植物。はい、例えば、お花屋さんの茎とかですね、はい、あとは運輸業の木のパレットとか、農業の使われない植物の柄とかですね、はい、そういったものを粉砕してこういう素材に変えて、でプロダクトにしております。床とかもそういうことですか。これです、床も家具も全て植物からなります。そんなことができるんですね、すごいな。伊勢崎隼人さん39歳、東北大学大学院で自然と建築の循環型経済の研究に取り組みました。大手設計事務所への就職を経て18年に独立、東京で一級建築士事務所を経営。奥さんが岐阜出身で、子供の誕生をきっかけに住まいを岐阜に移し、東京の事務所を運営する傍ら、2022年11月にスペースワスプを創業しました。植物でこう家具とか作れるってかなり SDGs な家具ですよね。あ、おっしゃる通りで。でもどうやってそれを作るんですか。はい、まずこちら準備させてもらったんですけども、はい、こちらは植物のそのままですね、はい、でこれをさらに粉砕して粉状にしていきます。粉状に。でこれを化学的に縮合して樹脂の状態に持っていくんですけども、素材になったものに植物の廃棄物をさらに混ぜるとですね、その特性の色とか匂いとか、そういったものが付与された素材になります。なるほど。でこれらを大型の 3D プリンターとか、あとは板を作るマシンとかで成形して、まあ、こういった家具を作っております。そうなんですね。で建材としての役割を終えたとしても、はい、再度粉砕して再成形することで素材として生まれ変われるっていうのも新しい価値にはなっております。ということはもうほぼほぼ永久的に使えるってことですよね。そうです、半永久的に使える素材になります。いいですね。原料も廃棄物なんでほぼ原価がないですし、はい、デザイン自体も自社での内製化ができますので、うん、その分費用を落とすことは可能です。で今工場の方を新しく建設しようと思っておりまして、はい、そんで量産をしたりすることで、単価をどんどん落としていこうと。で他にも、壁を作る工法の新工法を開発しておりまして、はい、
通常まあ職人が入って数日かけて作るようなところを数時間で作ってしまうような進行法でして、これはまあの特許も出願させてもらっております。いや本当いろいろ工夫されてるんですね。いやでもこの SDGs ってだけでもかなり価値ある商品だと思うんですけど、なんかデザイン性もなんかすごいカラフルで素敵ですよね。ありがとうございます。SDGs 当然それだけだと今売れませんので、デザイン性ってところもかなり力を入れておりまして、形状ですとかあるいはカラーですね、そういったところをまあいろんなバリエーションを作っておりまして、選択できるように今開発中ではあります。なるほど。あのネオワーク岐阜を利用されたきっかけは何だったんですか？岐阜市の補助金がありまして、はいはいはい、その岐阜市の補助金を申請するのにそのネオワーク岐阜に行く必要がありまして、で初めてそこを訪れた時が初めてになります。なるほどなるほど。利用されてどうでしたか？まあ、補助金も無事いただけましたし、あとイベントやセミナーにも誘っていただけましたし、あとは投資会社もつないでいただいたりしまして、無事投資も決定いたしました。投資会社なんですか？銀行じゃなくて？そうなんですよ。銀行ってその新しい事業に対してお金を出してくれにくいので、せっかくねこう SDGs な取り組みしてるのになかなか辛いですね。そうですね、まあ、今岐阜でうちの事業が進められているのもネオワーク岐阜、まあ、大原さんっていう方がいらっしゃった、のは間違いないですね。それで現状的にはどうですか？すでに、オフィス、飲食店、あとはホテルなどなど大手の企業さんベースに、いろんな案件が進んでいる状況でございます。それで今後の目標とかありますか？そうですね、すでに国内でも SDGs を重視する企業さんベースにいろんな案件進んでいるんですけれども、これからはその海外も含めていろんな企業さんに我々の商品を買ってもらおうと動いてはおります。なるほど。で目標としては来年、ごめんなさい、25年度に6億円、26年度に20億円の売り上げを目指そうかなというふうには考えております。すごいですね、もうそんな先のことまで。世界ですか？そうですね。うわ、頑張ってください。応援します。ありがとうございます本日はありがとうございました。ありがとうございました。最後にネオワーク岐阜で大原さんにお話を伺いました。さあ大原さん、今回のお二人はお店やデイサービスとは違って全く新しいチャレンジをされている方たちでしたね。はい、そうなんです。岐阜市ではこれまで飲食ですとか、あとは介護ビジネスなど銀行から融資を受けやすい、事業形態のものを中心に支援させていただいていたのですが、これからは全く新しいビジネスを目指す人たちを支援してですね、岐阜市を代表する産業に育ってほしいなというふうに思ってます。なるほど。また新しい取り組みだけではなく、起業を考えている方、すでに事業を行っている方の経営上の悩みなど様々な相談に対応しています。岐阜商工会議所ですとか、あとは岐阜市の金融機関と連携しながら、オール岐阜市の体制で応援していきますので、ぜひ気軽にですね、来てほしいですね。わかりました。起業を考えている皆さん、そして何か悩みのある経営者の皆さんはぜひ一度ネオワーク岐阜に来てみてください。お待ちしてます。それではまたね。